しっかり作られてるんだったらなんか、うん、メンズと悩んでるんだよなみたいな人になんかいいと思います。良さそうな気配、うん、皆さんこんにちは、ゴルフダイジェストのゆみみです。今日も江澤彩プロに来ていただいています。よろしくお願いします。ゆみみさん、今日私は何を打ちましょうか。はい、今日はヨネックスです。お、ヨネックス E-Zone GT ユーティリティ。なんかかっこいいですね、見た目ね。なんかクロートっぽい感じ、赤がかっこいい。今回は3番手3番手456、はい、かっこいいですね。かっこいい、マットブラックに赤い線、あ、これあれですね、かぶってないあんまり、うん、うんうん、あ、まあ若干は若干捕まる、まあでもちょっと、うん、まあ、あるかなないかなぐらい、そうそう、うん、かな、ストうんって感じですね、うんうん、なんだろう、もう女子、これレディースのクラブですよね、はい、レディース感ゼロじゃないですか、かっこいい見た目、うんうん、シュッとしてるね。フェイスも黒なんですかね。そう、フェイスも黒ですね。でなんか若干このディープフェイスっぽいんですよ、うんうんうん、だからディープフェイスって球がちょっと上がりづらいので吹き上がりとかが多分軽減されるんではないかと、うんうん、あとなんかねフェイスに、うん、なんか ミーリングっていうのかな、ね、そうがあるからなんか滑らなそうですよね、うんうん、ね、捕まった球が打てそうな感じが、うん、で持った感じ、うん、若干やっぱ細さはあります。でも、うんうん、細すぎないですね、うん、ちょっと細いぐらいです、うんうん、なんだメンズよりも、うんうん、かな、こんな感じですかね。はい、うん、じゃあちょっと打ってみます。はい、お願いします。ヘッドスピード31ぐらいで、はい、お願いします。おお、あ、これね、ちょっとあれかも、あれ上がりにくいかも。あ、うん、多分これ私がちょっと普通いいですか、打ってもう一回、はい、多分普通にフルショットしてちょうどいいぐらいな気がするんですよね。うん、これ全然いける、私フルショットでも。じゃあね、重さがちょっとやっぱ軽いですけど、うん、しなり感とかそのヘッドのなんだろう重みとかは結構ちょうどいいぐらいに感じるので。37ですもんね、うん、うん、だからちょっとハードかもしっかり振れる人じゃないと、うん、そうですね、しっかり振れる人じゃないとちょっとも使いこなせないかもしれないです、はい、ちょっとじゃあ5いってみますね、はい、うん、結構腕っぷし使う系、うん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 、だからしっかり振れる人、しっかり振れる人だったらヘッドがそのピョンって返ってくる感覚あんまないから、うん、だからその分ヘッドの重みがジャストこうダイレクトバーンって伝わって距離出るかもしれないです。あ、うん、それってヘッドスピードが速い人ってことですか、振れる人っていうのは。パワーがある人、パワーで、うん、かな、インパクトに負けない、そうそうそう、ちゃんと振っていける人、結構ここでこうってやっても、うんうんうん、こう結構こううんってやるとヘッドってビョーンってこっち来るじゃないですか、そのビョーンがちょっと抑えられてるから、うん、そう、捕まりすぎなくて左にも行きにくいし、おまけにこのヘッドにちょっと重みがある分、うん、力が伝わって距離が出そうって思いました。じゃあ引っ掛けミス多い人はじゃあ、うん、あ、いいかもしれないです。良さそうですよね、はい、それを聞くと。そう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 、あ、これは不思議なクラブだ、なんかでもなんか球良さそうですけど、うん、なんかね使う人によっては、うん、すっごい使いやすいかもしれない、うんうん、なんかこれでもうちょっとシャフトになんかもう少し重くなったりとかしたら、うん、なんか本当のメンズのクラブ寄りになりそうなぐらい、うんうんうん、なんかめちゃくちゃしっかりってことですね。しっかりしてます、はい、言い方はちょっと悪いかもだけど、優しさはあんまり感じないかもしれないです。そうだけど
しっかり振れる人とかだったら、うん、めっちゃいいかも。だから どんな人もおすすめ、うん、とにかくでもパワーある人いいかもしれないですね。なんかそんなにしっかり作られてるんだったらなんか、うん、メンズと悩んでるんだよなみたいな人になんかいいと思います。良さそうな気配、うん、そうそうそう。あとはね、ちょっと玉も少し上がりづらいと思うんです、このディープフェイスで。だから吹き上がっちゃう人とか、うんうん、吹き上がり悩んでる人とかもいいと思うし、うん、ちょっとアスリート向きの女性とかすごくいいと思います、これ、うんうん、見た目通りのというか、うん、見た目通り見た目通りかっこいい、うん、やっぱ軽さは感じるんですけど、うんうん、まあ私がフルスイングしても全然負けない、全然余らない感じだったので、 L シャフトなんで、ね、L シャフトが、うん、L シャフトとはってなってきてます。そうですね、うん、なんかもう大げさに言うならメンズのクラブがただただ軽くなったっていう感じ、うん、ない感じしますね。そうなんだ、うん、だからって考えたらやっぱりちょっとメンズクラブと迷ってる女性、うん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 、いいかもですよね、うん、なんかそうなってくると始めたての男子もいいんじゃないか、うん、あ、いいかも意外と、ね、ちょっとなんかあ、でも短いか、あ、まあ、短いかもですね、まあ、ちょっとこう僕パワーないんですみたいな、ちょっとこう非力なちょっと重たいなとか、うんうん、そういう人あんまりいないかもだけど、うんうんうん、まあ、ありっちゃあり。あとはなんだろう、ちょっとこう体力が落ちてきたおじさま、うんうんうん、おじさま、この見た目だったら全然いいですよね、うん、いいですし、バレないし、レディースってこれ絶対バレない、うん、バレないしバレてどうだか、まあ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 、バレたくないみたいな前提だけど、うん、そういう人もいいかも、うん、だから意外と幅広い、そうですね、うん、そう考えたら幅広くおすすめできるかもしれないです、うん、はい、はい、今日もありがとうございましたありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。